はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は臨時で動画を作らせていただいております。明日2月の10日金曜日、雪が予想されております。首都圏各地で積雪が予想されております。積雪の状況によっては列車に遅れや運休が発生する可能性がありまして、電光掲示板にもすでにその旨が記載されております。よくあるのはですね、降った当日ではなく翌日の方が列車に遅れや運休が発生することがあります。この辺どういうことかっていうのをこの後解説していきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、では積雪による列車の遅れ等の影響について詳しく解説していきたいと思います。明日2月10日積雪の予報が出ております。おおむね都心では朝の10時ごろから午後1時2時ごろまで雪、その後はみぞれや雨が予想されております。ただ低気圧の状況によってはこの雪の時間帯が短くなったり伸びたりする可能性があります。もしこの雪の時間帯が伸びた場合は道路でもうっすら積もるぐらいの状況になる可能性があります。また当初の予定通り10時から午後1時午後2時ごろまでの積雪の場合でも芝生がうっすら白くなったりこの線路が白くなったりという可能性が十分考えられます。それが起こるとどうなるかと言いますと、その後雨が降る予想にはなっておりますけれども、場合によっては気温の変化によっては一日中雪になる可能性もありますし、場合によっては雨の時間帯が長くなる可能性もあります。もし雪の時間帯が伸びた場合ですが、かなり積もる可能性が見込まれます。特に路線名で言いますと、青梅線の青梅奥多摩駅間や八甲線、それから川越線など若干山の方を走る路線、あと中央本線ですね、山梨県内走る路線、この辺りでちょっと危ないかなというふうに予想がされております。それ以外にも常磐線や宇都宮線、高崎線、東海道線など各線で列車に遅れや運休が発生する可能性がありますというふうに出ております。で、翌日の方が遅れる可能性があるという話を先ほどさせていただきましたが、どういうことかと言いますと、降った翌日にですね、ポイント故障もしくは河川が雪でやられてしまって列車が運転見合わせになる、そんなことが多く発生いたします。ポイント故障というのは線路の行き先、要は方向をですね切り替えるものでして、雪にかなり弱いです。雪国ですとそこからお湯が出たりして固まらないように対策を打ってたりしますが、やっぱり東京都内ですとか千葉県や茨城県の場合ですとそこまで雪が多くないので、その1年に1回や2回の雪のためにそういう設備を費用をかけて設置するというのはかなり金額でかさんでしまうので、それは行っていない。車両に対してもそこまで雪に対策をしていないということが考えられます。11日の朝ですね、ポイント故障等により運休等が発生する可能性がありますので、もし土日出勤の方がいらっしゃいましたら、11日の朝は少し時間に余裕を持って出勤されることをお勧めいたします。また明日10日、テレワーク等で対応が可能な方はできるだけ出勤を控えていただくことをお勧めいたします。どうしても出勤しなければならないという場合には、早めに帰宅するなど対策をすることをお勧めいたします。どこの路線に影響が出る可能性が高いかというのを詳しくお伝えいたします。今のところの予想ですが、五日市線、伊東線、内房線、青梅線、鹿島線、烏山線、川越線、
久留里線、京浜東北線、京王線、埼京線、相模線、湘南新宿ライン、常磐線の品川勝田駅間、常磐線快速電車、常磐線各駅停車、水郡線、総武快速線、総武本線、外房線、高崎線、中央総武線の各駅停車、中央線快速電車、中央本線、鶴見線、東海道線、東金線、成田線、南武線、日光線、八高線、武蔵野線、山手線、横須賀線、横浜線、上野東京ライン、相鉄線直通列車、以上の線区では遅れや運休の可能性が見込まれます。なお雪の状況によっては列車の運転見合わせが発生する可能性があります。また運転見合わせまで行かないとしても一部区間で徐行運転を行ったりする可能性があります。特に特急列車、スピードを出す列車に関しては減速運転を行う可能性もありますのでご注意ください。例えば常磐線でいうと常磐号は運休して日立号は運転する、中央線でいうと梓号は運転し海事号は運休する、そんな形も可能性としては考えられますのでご注意ください。雪の状況というのはちょっとの気温の変化で降雪量、それから積雪の量変わりますので、必ず最新の情報をご確認の上、どうしてもお出かけをするという方は最新の情報を確認していただくことをお勧めいたします。ということで今回は結構いろんな路線に影響する可能性があります。前回の雪の時は結構影響するであろう路線というのが限られておりましたが、今回はかなり広範囲の路線に影響する可能性がありますので、十分ご注意いただきたいと思います。はい、ということで今回は明日降雪の影響で常磐線大きくダイヤが乱れる、常磐線だけではなく首都圏の各線大きくダイヤが乱れる可能性がありますという形でお伝えをいたしました。はい、ということでこの動画が役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。明日お出かけの方は十分ご注意ください。また今入りました最新の情報をお知らせいたします。ただいま21時ごろ入りました最新の情報をお伝えいたします。東海道線は根府川駅付近沿線火災の影響で現在東京熱海駅間上下線運転を見合わせております。なお今後運転見合わせの区間小田原熱海駅間に短縮の見込みです。東海道線ご利用の方、また東海道線から直通する宇都宮線、高崎線、常磐線などご利用の方は十分ご注意ください。ご視聴ありがとうございました。くださいましてありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to saving you again.